フリーナお願いしたいです。はい、ゆりさん。2023年4月から。ちょうど1年ぐらいってことか。じゃあ持ってるキャラも、そうかそうか、1年か。なんか顔ぶれがみんな凄まじく強いけど。フリーナ見ていきます。はい、セレン 5! 生成利点セレン 5? 一応貫突じゃん。基本的にはね、星座進めてから武器のセレンなんか上げる場合が多いです。武器がセレン5の時点で貫突です。え、じゃあヌビレットは?ああ。セレン3、セレン2、セレン4、セレン1、セレン5、セレン2。武器のセレンなんか上がってるってことはみんな貫突じゃね?貫突。あ、ああ。あ、ナビは4なんだ。ほいほいほい。貫突。貫突。ナヒ4突ね。はいはいはい。いやー。原神の経済回してるね。ありがとうございます。じゃあちょっと生物見るか。で、黄金4、そうね。フリーナは黄金4やね。花。あら強い。48.2。会心率、会心ダメージ、バリ高。羽。45.1 だ。いいね。で、時計はどうだろう?原茶かな?あ、原茶だ。うん、さすがさすが。素晴らしい。これ強くね?ここは、53.4 あるけど。会心だけで 48.1 あるし。あ、やばいかも。コップ、HP コップ。うん、フリーナは、そうね、爆発でダメバフ稼げるし、黄金4セットだし、モチーフ武器でもダメバフいくし、まあ、HP コップはね、あり。なんなら、水バフよりもいいかも、なんなら。33.4。そう、時計がね、現茶の関係でね、HP じゃないから、コップを HP にするよね。冠、率、スコア 29.2 現茶。え、このフリーナやばいかも。HP35,900、めっちゃある。率91、ダメ242。綺麗すぎるな。配信率90ちゃんと上げて、開始ダメ242まで上げてる。で、原茶も170あるから、もう爆発絶対回るし、完璧じゃん。最強だ。エスキルと爆発のダブルクラウンと、これは凄まじいですよ。1年でここまで行くってマジ?いや、まあ、黄金がね、その最近出た生物、フォンテーヌ来てからみんなせーので始まったかな。仕事、その黄金でめっちゃ頑張れば、全然ガチ勢にも勝負できるよね。すごいな。この時計もね、1年でこの時計出したわけだから、これもすごい。凄まじい。感服しました。やられた。余裕ありましたら、フリーナのサンドルがアーカーシャシステム2位。アーカーシャシステムで2位のフリーナですか?サンドル。サンドルはフリーナと相性は悪くはない。つまり生物の強さがサンドル持ってるフリーナの中で2位だそうです。全世界。見てみますか。こちら。え?いや、これ、え ?59.8? なんという圧倒的率だね。美しすぎる。今日一ビビったかもしれん、これ。やば。綺麗。息を飲んだわ。羽。あ、43.4。まあ、強い。これはね、強い。羽はやばい。時計、HP 時計。あ、そうか、サンドルなら HP 時計でもいいか。38.8。うんうんうん。コップ。HP コップ。うんうんうん。スコア 41.2 現茶。え、強っ。無理は?あ、そう、フリーナはね、爆発。世界を熱狂の渦に。で、ダメバフチーム全員めっちゃ上がるから、HP コップでいいです。黄金4もあるしね。冠が 26.4。うん、違う。HP も入れるから。42.2 現茶。あ、つんよ。冠、いいよね。コップ40、冠40超えてる、現茶ある。コップも40超えてる、現茶ある。時計も 38.8 ある。羽は、あ、でも羽もね、もう強い、43.4。羽、化け物。59.8。これは2位かも、世界で。荒野に彷徨う美しい風景も、我を傷つけ、サンドルの効果で、開始率16上がって、率95。率95、ダメ191。高すぎる。率ダメクソ高いし、現茶150あるし、39,000だもんな、HP もあるしな。え、綺麗。え、この人見た?こんなびっくりした記憶ないで、私でも。多分更新したんちゃう。え、フリーナ1凸してる。偉いな。2凸してもいいです。フリーナね、2凸が化け物なんですけど、1凸もマジで強いです。フリーナ無凸だとね、ちょっと爆発の真の性能が解禁されてない。1凸したらええ感じ。ポテトさん、フリーナ。どれどれ。
HP4 万高いですね。武器何？ウラックフリーナ。ウラックフリーナは相性いいか悪いかで言うと悪くない。まあ、会心漏れてスキルにバフ 24% 入って、まあなんか勝利とか入れてね、勝利が岩ダメージバーンって入れたら 48% ですよスキル。ウラックはまあ会心漏れてバフついてる時点でまあ強いんですよね。で攻撃力低いんだけどフリーナは HP 使うキャラだから、まあ、むしろ会心ダメージ多い分ありがたいという黄金4。こちら 46.1 高いね。金こちら 34.3。 うん、まあまあまあ、ちょこれはね、羽は伸びしろありそう。私は羽はできれば40が目標だね。これ十分強いけど。時計 HP、 時計 HP なんだ。 39.6 現茶。これコップも HP ちゃう？ちょっと HP4 万1000は高いから、時計も HP でコップも HP。 そうだね、31.8、うん、冠は36.3、うん、なるほど。 HP 多くていいと思いますが、元素チャージ効率が気になる。いや 105%! どうなんですかね。フリーナでも原茶大事やけどな、まあ、使うパーティーにもよるんやけどな、うん、どうなんでしょう。いやフリーナの爆発はマジで打ち毒なの。エネルギー溜まったら即打っていいし、なんならずっと使っておきたいぐらい。まあ、無凸でもなんか原茶130、140ぐらいあった方がいいと思うし、二凸してたらもう原茶200あってもいいぐらいなんですよ。あ、でもね、強いわ。あの、ダメージは一番出るからね。ダメージは一番出るんで、原茶より HP の方が。あ、無凸。で、ぶっちゃけ、フリーナって60族だから、使うパーティー編成によっては溜まるんですよ。フリーナ、ジン団長、イエラン、ライデン将軍みたいなパーティー組んでたら、これでも溜まります、ぶっちゃけ。あ、でも普段使い考えたら原茶欲しいんだよな。てか、せっかく、原茶じゃなくて HP 上げてるし、なんならもっとスキルメインでもいいんじゃないかなと思います。いいですね。フリーナでお願いします。9223。この人89レベルでキャラレベル止めてますね。これ偉いですね。原神のキャラは、ヒルチャールとかね、そこら辺にいる、マップにいるモンスター倒せば経験値もらえます。本当にちょっとなんでしたし、まあ1レベル上がるのに多分2、3ヶ月ぐらいかかんねんけど、経験値無駄にしてないよね。いいんじゃね？偉いな、89。経験値無駄にしない。武器セーフ。まあ、いえ、フリーナはね、まあ、星4はセーフ、マジで相性いいです。マジで相性いい。サンドルもいいけど、私サンドル持たせるよりセーフの方が好きだな。なん、まあ、セーフの効果がとにかく強いんですよね。元素エネルギー作る。チーム全員回ります。今回私がノエルの爆発回ってたのも、フリーナのセーフ、イエラのセーフによるものが大きいですね。そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。え、強っ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。 51.9 です、皆さん。50超えました。え、50羽。え、 51.7。 回心率2倍、回心ダメージ10倍、 HP 10倍で計算したら 20.2、45.9、50.7 です。50超え2個はねんけど、この人 51.9、 50.7。 あ、でもこの人なんで私より生物回生してるってこと？生物回生じゃない、厳選してんの。いや、おかしいって。強すぎる。時計 HP 時計 45.9。 この人最強ちゃう？コップ、うん、フリーナはね、コップ HP でいいですね。なんでかっていうと、黄金でスキルのバフ 70% 入るし、元素爆発、世界を熱狂の渦に、でチーム全員さらにダメバフ入るんで、もうダメバフ十分すぎるから HP コップでいいんですよ。 48.2 パッカ。え、 HP コップ 48.2？ What？ 冠は 34.1。 あ、この人最強ちゃう？55.9 55.7 55.5 45.9 45後半 48.2 HP 冠 38。 この人1位だろ。え、セーフフリーナ全世界1位やろ。あ、やっばぶっちぎりや。 HP 高いんよな。で、武器がセーフのおかげで原茶上がるんですよ。これ 60% セーフで上がるし、セーフの効果でも粒子もらえるから、うん、いつだ、え、セーフで回心率89、193までいくんや。やばいね、この人。で、原茶も160あれば十分です。まあ、セーフの効果もあるし。え、セザムと210。この人が一番無課金かな、無課金税かな、ちょっと無課金かどうかチェックしよう。
あ、ハラン持ってんだ。ジャクセン持ってんだ。バンガン、サナギ、ウロウ、チリュウ、アモス、まあ、ビカキンって感じかな。ウトツ、ムトツ、イチトツ、イエランはさすがにイチトツするんだ。気持ちわかる。ウトツ、ム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 トツ。あー、ビカキンですね。もうこの人も、ビカキンなんだろうけど、ハイカキンの人よりも強いかもしれないぐらいフリーナが研ぎ澄まされています。素晴らしすぎる。最強だわ。ちょっと信じらんないけどな、スコア50の花羽。やばすぎ。Y のアーカー社システムで全サバ5位になったから褒めてくれ。いや、よかったら見てね。ちょっと見てあげられるかどうかは完全に気分次第だから、許して。誰？フリーナが5位になったんや。でもアーカー社システムガバガバだからな。武器によって変わるからな。まあでもね、モチベニーの一つにするのはいいよ。機嫌がいいから見てあげようか。アーカー社システムは確か武器によってね、順位が別々だからさ。極論なんか変な武器を持たせれば、結構上人の方に慣れちゃったりするんだよね。あ、聖水ルテンじゃん。聖水ルテンで5位。生物何？あ、黄金4セットで聖水ルテンで生物5位っていうかさ。君バケモンじゃない？どうなんだろう。ほい。44.4。原茶。6.5。いいね。金。いいね。これ 50.4 か。36.50.4 だ。時計が HP 時計で 44.4。コップが水バフで 33.4。原茶。冠やばいな。42.1 原茶。え、めちゃくちゃ綺麗じゃない？原茶も漏れてる。HP も漏れてる。HP3 万。率89だ。ダメ261。回心率 90% ぐらいあってダメージ 261% ありますね。で、HP もある。まあ、2突したらね、HP もね、爆発使ってる間に HP 増えてくし。まあ、ちょっと原茶はもうちょいあってもいいけど、これはなんかパーティー編成がなんか、ヌビレットとかイエランとかユクワキとかいたら爆発全然回りそうだしな。フリーナ別に60だからね。え、めちゃくちゃ強いじゃん。2突してる。あ、完璧です、完璧です。めちゃくちゃいい。あとはまあ爆発王冠使えば。うん。お主のフリーナ超強いと思うよ。5位だな。さすが世界5位だわ。誇れ。お前は強い。フリーナお願いします。オッケー。シンさん、フリーナ。開幕だ。フリーナの、白フリーナか。黒フリーナが僕を称えようとかやんな。低水ルテン。生物黄金かな？黄金4。スコア。33.4。攻撃はフリーナ使わないから 33.4 かな。でもこれ、悪くないな。フリーナだったら 33.4 だけど、フィッシュルとかヤイムコなら 43.3 以上の価値があります。めっちゃいいね。金。37.3、ゲンチャ。めちゃくちゃいいです。ゲンチャもある。ゲンチャ時計。お、フリーナ時計、ゲンチャね。スコア 42.0。45へ。コップが HP コップです。スコア 34.3、ゲンチャ。強くない？コップで 34.3 か。あんまり。たまげたよ。この冠はとてつもないな。武器がね、モチーフ武器生成いる点で、回心ダメージめっちゃ稼げるし、フリーナって突破率なんですよね。回心マジで余裕あるから、HP 冠も大いにありです。スコア 49.8 でしょ、これ。やばいな。で、原茶もついてる。神だ。HP 34000あって、ほら、率ダメもほら。HP 冠とは思えないぐらい数値があります。で、現茶170、すごっ！ HP35000 あって、率85ダメ212で現茶 173？ これ、なんか、これもこれで世界トップ上位なフリーな気がする。なんならこっちの方が強いかもしれん。どうなんだろう。HP35000 だしな。めちゃくちゃ強いよ。3突して貼る。テンプレベル60-13、ダブルクラウンですね。素晴らしい。いや、ちょっと HP 冠が綺麗に活躍してる、めちゃくちゃいい例です、これは。パーフェクトやな。え、なんか一番強いフリーナかもしれん、今まで見てきた中で。原茶170あって、85-219 の HP35000 でしょ。各模様やば。去年の11月22日に、嫁が解任中とスパチャしたものです。はい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 。あれから数ヶ月経ち、無事に息子が生まれて家族3人になりました。育児の合間にライブ配信や解説動画を視聴しております。これからも活動頑張ってください。お手すきでしたら育休期間中に厳選したフリーナリネを見ていただけたら幸いです。これ
イクメンさん。いや、おめでとうございます。なんかすごい眩しい幸せを見せつけられてる気がする。いや、見てあげるか。これはちょっと記念してあげたいな。あれでしょ、原神カップルの方だよね、多分。いや、私の配信を見るなんて、息子さんの教育に悪い気がするけど、まあいいか。見ましょう。ちょっと幸せを分けてもらうつもりで。この人か。合ってるかな、うん、フリーナとリネを育休期間中に厳選したらしいで、うん。フリーナとリネね。どれどれ。武器。生水入れてん。はい。武器ガチャも引いてる。星座は二突したら、はい、課金税です、この人。いいんじゃないか、うん、社会人だしな。フリーナはマジで二突して、持ち武器かな、がコスパマジでいいと思うので。うん、賢い。で、生物黄金読んで、どれどれ。あれ、なんか、よくね ?50.3? 嘘だ。いや、ほんまや。スコア50あるし、ゲンチャついてて、フリーナは、まあ、1突2突してると、ゲンチャもマジで大事になってきますから、もう爆発毎回打ちたいぐらいだから、これ最強。あ、ね。43.8。はいはいはい。いや、でも強いな。で、時計がゲンチャ、そう。まあ、フリーナはマジで2突してる人はもう、2突以上のフリーナはもうゲンチャ一択ですよ、ほぼ。もう、爆発打てば HP もらえますからね。もうマジゲンチャ一択。もう毎回のクールタイムで爆発打ちたいんで。これ何本スコア10.5、36.4、50.2? え?このイクメンフリーナ強くない?イクメンさんのフリーナ強くない?やばいな。コップ、HP コップ。まあフリーナのコップは HP でも水バフでもいいね。マジでどっちでもいい。うん。まあ強い方ぐらいでいいかな。まあ爆発撃てば、バフになるからね。40.4。アンムリがリッツで、31.7。めっちゃ強いじゃん、この人。HP も多い。率90、ダメ250。あれ最強では?なんか今まで見てきたフリーナの中で一番強くね?ダメ250っておかしいでしょ。ゲンジャも156あるから、まあ回るじゃん。40族みたいなもんだし。198。え、やばくない?率90、ダメ250の HP33000 フリーナは最強では?化け物では?うん、恐ろしいな。個人的にはやっぱコップかな。HP コップ40と、まあフリーナコップ HP でもいいのでかいね。まあちょっと星座欲しいけど、一突二突してる時のね。あとこの花がやっぱでかいな。50の原茶付き。すご。いや、いいっすね。和樹さんか。うん、育児頑張ってくださいな。原神カップルが去年、嫁が解任して、で、子供生まれて、育休の間に育成した生物を見せられてる。始めよう。一方その間、私はこの1年の間何も変わっていない。泣けるなぁ。おかしくねえか。そこだ。育児バフ最強すぎた、うん、なんかうまくいってるね、うん、ちょっとそのままちょっと原神もちょっといろいろ両立してってください。応援してます。それこれは負け組。お前らも負け組だからな。でも全然私だけじゃないからな、これに関しては。何も勝てへないやん、うん、何も勝てへん、うん、ただただ配信してるだけだし。お、生物2個落ちた。これはちょっと運がいいな。